嵐の桜井翔さんのダイエット法をお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、あなたも桜井さんが役作りに取り組まれたダイエット法を取り組むことができるんですよ。それでは早速本題に入ってまいりましょう。桜井さんのダイエット法の痩せるポイント、それは糖質制限なんですね。もう今もうカロリーよりも糖質制限をする方が痩せるというデータもねよく出ています。例えばロカボ食品などなどですね、こういった糖質をその制限することでカロリーを制限するよりも痩せることができるんですよというダイエット法に取り組まれていらっしゃるんですね。では実際桜井さんがどのように糖質制限のダイエットに取り組まれていたのかというその食材をご紹介します。それは玄米なんですね。桜井さんはもともとご飯がお好きだそうなんですけども、まあ、白米を召し上がる代わりにこの玄米に置き換えることで血糖値の急上昇を抑えて糖質は取りながらも制限できるという脂肪を溜め込みにくくするお体をまあ作っていかれたということなんですね。でこの玄米のダイエット効果なんですけれども、桜井さんはもう本当にあの健康志向でいらっしゃいますから、お体を壊してまでもダイエットするような方ではないということなんですよね。もう素晴らしいですよね。なのであのような活躍がおできになるわけです。その時にこの玄米が持つ低 GI 食品であること、そして食物繊維が豊富ですから腸内環境が整って、桜井さんもその腸内が整うことで痩せ菌が増えて痩せ体質になることができていらっしゃるわけなんですね。しかも栄養のバランスも大事ですよね。ダイエットで大敵なのが栄養のバランスを損ねてしまうことなんです。栄養が取れないと太ってしまうからなんですよね。そこでこの玄米を召し上がっていただくと、そういった不足しがちなビタミンやミネラルが豊富に含まれているのが白米よりも玄米ですから、桜井さんはこういった栄養のバランスにもきちんと気を使われてダイエットに成功していらっしゃるわけなんですね。でまた玄米というのはデトックス効果もありますから、もうとにかくダイエット向けの食材なんです。でそこで玄米をより美味しく召し上がっていただくためのワンポイントアドバイス、玄米の美味しい炊き方を今からあなたにお伝えしていきます。まず2、3回軽く洗います。で私もあの主食玄米なんですね。無農薬の玄米をいただいてます。でその時に拝み洗いといってですね、こうすくって拝むように優しく軽くこすって洗っております。そうすると美味しく炊けるんですよ。そして2番目、玄米とお水の割合は玄米1に対してお水が 1.5 です。この分量ですね。なので白米を炊くよりもちょっとお水の量は多めなんですよ。そして3番目、そのまま一晩水に浸しましょう。玄米はやはり硬いのでしっかりとお水に浸すことで美味しく炊き上がります。で4つ目、そのまま炊飯器の玄米モードで炊いてください。5つ目、炊き上がったらすぐに召し上がらずに10分間蒸らしましょう。ここが美味しくいただくコツですね。で最後に優しくほぐしてあげたら OK です。でまたいきなり今までの白米を玄米 100% に変えるのが難しいなっていう方はですね、白米と玄米を半々で1対1の割合で炊いていただくのも良いですし、そもそもその玄米が苦手という方は発芽玄米といって少しこう食べやすくなっている玄米もありますから、そういったところから徐々に移行して玄米に近づけていかれるといいと思うんですよ。さあいかがだったでしょうか。この動画ではこのようなさまざまなダイエット法、健康法、腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたがリバウンドせずに健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。でまた私のこういったお話にご質問おありの方は、皆様詳細欄に LINE のリンクを貼っております。そちらからご登録後直接お話ししてくださっておりますので、あなたもご必要でしたらいつでもおっしゃってくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。